いやだから今の田舎のマンションひどいらしいね<ー>マンションというかアパート的なやつあだからほら君がさ前泊まったさ20年ぐらい前に泊まったさあのいちごユーザーのマンションあるじゃん,うん、うん、あれ10万円だったよ売り値が売り値が <laughs> 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 まあでも住むんだったらいいよねそうそうん,そのなんかあのそこで貸そうと思うと誰も借りないと思うけど、うん、あ,とあそこ水も美味しいしさあのやっぱ米ってさ、うん あの、7割水じゃん。魚沼産の米食えるからね。だから魚沼産の米を魚沼の水で炊くとめちゃくちゃ美味しいよね。そう。うん。だあれは食ってみる価値はあると思う。うん。だあれが毎日食えるんだったら、あとまあなんか、うのものと野菜多少で温泉入ってれば。ね でただそれがねちょっと復活したんだよねあの、うん、高齢者がみんなそこに住むようになってああまあ10万円で買って死ぬまでそこにいますみたいなそう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 で逆に高齢者が集まったから循環バスができてあのスーパーとかの買い出しとかもあじゃ交通の便も良くなったんだそう少し改善されて<ー>でちょっと値段上がったんだよねただ大型修繕の積立金とか多分ないだろうねないねもう壊れたら終了っていうああそうだねだ俺すげえ知りたいんだけど越後ユーザーにビクトリアタワーっていうすげえでっかい 丸、うんまま、いでかいですねそう何年かに一回必ずチェックするようにしててあれだねインターネットがなくなったりとかしててね結構ドキドキして見てるあれさなんでインターネットってなくなるのあ ADSL がきち終わったのかあなるほど、ね、新潟の確かにね今時 ADSL 入るやつなんていねえもんな,いないでしかもあのマンション自体はいわゆる防寒というかあの、うん、壁が厚いんですよその新潟の雪対策でだ,、はい、だから あのポケット、Fi、とかも届きにくいんだよね <laughs> 確かにね <laughs> か温度も来ないんだからそれは電波も通りませんよみたいな <laughs> そう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 ,そう確かにね電波も温度もガチブロックだからね本当にインターネットとか興味ないっすっていう高齢者じゃないときついんだうん、まあ、家の外にそっか無理やりなんかポケット w i フ f i くっつけて、うん、ガラスに穴開けてちょっと寒い覚えをして西村君二重窓なんですよ あーめんどくさい。いですね。うん、<laughs> 20まで穴開けたらもう割れるからね。そう。厳しいね。結構だからそういう意味で言うとネットに関しては厳しい環境かなとは思ってる。でも空き部屋多いからもうどっかさ空き部屋壊そうねそうね。このまに空き部屋のとこガスバンと打ち終ってこ <laughs> うしてで玄関側から入れればさそんなに寒くないじゃん。ああもうサーバールーム作るか。インターネットサーバールームいくで <laughs> w i f i が通るところ。